はいどうもクーニンです。今日はですねオリカさんの紹介したいと思います。昨年クーニンズに入団してからですねショートとして定着しているオリカさんなんですけども、フォームを結構変えるんですよ。2018年に初登場した時から比べると2019年の頭っていうのはかなりフォームを変えました。で結果が出なくてフォームを元に戻したんですけども、そこからさらにまた今年の夏頃からですかね、フォームがまた変わりました。今日はそのご紹介をしたいと思います。さあこちらは2018年入団して間もない頃のオリッカサです。この頃は比較的高い位置からトップを構え、逆方向にも鋭い打球を打っておりました。そして2019年、グリップの位置をやや下げ、重心も低くして打っておりましたが、これでタイミングが合っておりませんでした。差し込まれる打球も多かった序盤。そこから4月頃からグリップの位置を高く構え、元のフォームに戻しました。これで調子を戻していきました。一時は打率1割台に落ち込みましたが、5月には3割復帰。センター方向、逆方向に折り重らしい打球が飛ぶようになりました。そして7月の終わり頃から、よりゆったりとボールを待ち構え、捉える。プライドジャパン甲子園の予選大会では、柵越えホームラン。こちらの打った打球、ピッチャーの足が上がる前から足を上げ、ゆったりとタイミングを取り、アジャスト。折笠の打撃の特徴として、動きながら打つ。7月頃から意識したのが、リズムをもっと体全体で取り、トップに持っていくまでの距離を長くする。その間で動きながら打つ。あとは打つ瞬間、若干グリップを下げるヒッチ動作も意識したそうです。8月はこのヒッチがより大きくなった印象、ホームランを量産しました。大事な公式戦でいい一発を打った折笠、この打ち方にしてからミート率が上がりました。日本一決定戦のサンスポ野球大会でも、逆方向にヒットを放っておりました。そして翌日の友人オールスター、 MLB ドリームカップ日本2位の侍さんと対戦した時、センター返しの打球はバックスクリーンを越える柵越えホームラン。足を上げ、グリップをかなり入れ、そこからすくうようにうまく打ちました。タイミングをゆったり取り、動きながら打つ。折笠の打撃はどんどん進化してます。僕ちっちゃい頃からですね、プロ野球見ててもなんでフォーム変えるんだろうなってすごい思ってたことあるんですよ。例えば僕中学校時代ってやっぱイチロー選手がオリックスにまだいて、首位打者を7年連続獲得してるっていう、毎年のようにフォーム変わるんですね。3割5分打ってるのになんで変えるんだろうなって僕ずっとね、子供心に思ってたんですけども、やっぱり3割5分打っても残りの6割5分は失敗してるわけですから、6割5分の失敗っていうのをヒットにしていきたいんだろうなっていう、やっぱ折笠さんもですね、その失敗の積み重ねからこうやったらもっと良くなるんじゃないかっていうのを導き出して、で今のフォームに至ってると思うんですけども、多分今のフォームも進化の過程で、今後ですね、もっと打てるフォーム、もっと打てるタイミングの取り方、いろんなものをですね模索していくんだと思います。やっぱですね、そういうメンバー見てるとですね、こっちもやっぱ刺激になりますし楽しいですよね。そういった形でメンバーにも恵まれつつ成長しているクーニンズの一編を切り出して紹介させていただきました。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。ちなみに私はですね、日本一決定戦で痛めた右足がですね、まだですね、ちょっと良くならないと、早く治して折笠と一緒にプレーしたいと思います。それでは今日の動画は以上です。
キリギリスとアリみたい。努力だって無駄じゃない。昔仲間変わらない。トラブル持ち込まない。上がるレベル気分はいつもアムソハイ。ハードコード飛び交ってる意見も最後は同じ。楽しいひととき噛み締めてる君の隣。クサあっても態度痛いけど立ちがいなければ一人じゃロンリー。毎週末レッツケンパーリー。余韻に浸って向かってく月曜日。